欧州選手権1次リーグ A 組スイス1、1ドイツ、2024年6月23日フランクフルト。サッカーの24年欧州選手権、ユーロ、ドイツ大会1次リーグ第3戦、A 組2位スイスが開催国ドイツと1対1のドロー。1対0とリードした後半アディショナルタイムに失点し、勝ち点3がスルリ。1勝2分けの勝ち点5で同組2位通過となった。 29日の決勝トーナメント1回戦では B 組2位と対戦する。ヤキン監督は試合後、同点に追いつかれ落胆する選手たちを笑顔で迎え、まず選手たちを祝福したい。戦術的なプレーだった。我々は戦い、たくさん走ったが、このような相手と対戦するのは難しかった。しかし、我々のプレーには満足している。大きな挑戦だったとコメント。 続けて、負けていないのは嬉しい。1位を取るには十分ではなかったが、前向きなことだ。このチームは正しいチームスピリットを持って一生懸命に取り組んでいる。システムは機能し、戦略は機能し、出場した選手たちはよくやっているとイレブンをたたえた。決勝トーナメント1回戦に向けては我々のストライカーたちは懸命に働き、前線でも守備でも素晴らしい働きを見せた。 次の試合に向けて準備する時間は1週間あると話した。